Hello again and welcome to the show. Hello and welcome to OHJP channel. I'm Paul, Mr. Hide, Ms. Noriko, and Ms. Noriko, our special guests. はい、ありがとうございます。リビングリッシュ始めていきましょう。リビングリッシュとは住むというリビング、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪ニューシャンスの代表を私、渡辺ディカズと、今日はですね、マルタからポール、イケメンポールが、連れてきたので、ポールのですね、ちょっとネイティブな英語を聞きながら楽しんでいただければなと思います。はい。で、今回も、2人素敵なゲストを来ていただいておりますので、英語で自己紹介を、はい、お願いします。My name is Noriko Takahashi。だけかな？はい、ありがとうございます。じゃあ続けて。Hi, I'm Noriko Shiotani. I used to live in Hong Kong for 7 years, and my son, my younger son, he's living in Florida for 14 years. 素晴らしい。お父さん英語ペラペラじゃないですか。香港に7年住んでたと。で、息子さんがフロリダに、一番末っ子の息子さんですか、が、次男さんが14年フロリダに住んでると。素晴らしい国際家庭ですね。はい。でですね、この番組はですね、国際英会に不可欠な、英会話を気軽にちょっとでも、興味を持ってもらえたらなということでやっております。はい。なので今回はちょっとダブルのりこさんの国際的な経験も聞いていきたいなと思うので、ポール英語で You can ask that question. So basically, where have you been outside of Japan? Where did you travel to? はい、Without Japan というと日本以外のなんか経験とか、Where have you been というとどこに行ったことがありますかっていう質問なんですけども、どうしましょうか。翔谷さんから行きましょうか。はい。私は香港時代に結構いろんなところに行きまして、はい、アメリカ、イタリア、スペイン、はい、フランス、ドイツ、はい、オランダ、はい、それからメキシコですね、はい、はい、いろんなところに行かせてもらいました。ヨーロッパの方ですね。あ、そうですね、はい、はい、スイスも、はい、スイスも、はい、いろいろ、それは香港に7年間住んでた時にちょこちょこ。そうですね、香港からはとてもアメリカの海外旅行に行きやすいです。そうですね、ハブ空港になってますもんね。はい、そうなんですよ、はい、いろんな国の飛行機が乗り合って。そうですね。なるほど、はい。じゃあ7年も香港に住んでたらいろんなことがあったんじゃないですか。そうなんですよ。はい、なんかそういう出来事を教えてください。はい、一つはですね、香港はとてもスリが多いです。スリが多い、はい、なるほど。で、中でも私はとっても気をつけてるんですけど、はい、ただ一度だけ、はい、写真に気を取られて、写真を見ている間に、はい、カバンをすられました。あら、7年間で一度、はい、釣りにあったと。ありました。なるほど、すごいですね。でも、まあ、観光地なんで釣りが多いっていうのは理解できるんですけど、結構気をつけてはったんですか。いや、もうそこら中で撮られたという噂を聞いていましたので、はいはい、私は絶対撮られへんぞと思ってたんですけど、はい、見事にやられました。なるほど。なんか未遂とかは？そう、エスカレーターですね、はい、に乗ってる時に、はい、後ろから急にショルダーバッググイッとこう引っ張られまして、はい、え、何？と思って見たら後ろのおっちゃんと目があって、そのおっちゃんが私のカバンを取ろうとしていたんですよ。なるほど。それで慌ててそのおっちゃんはもう下に走って逃げていってしまいまして。なるほど、はい、それはセーフやった。はい、それが1回だけ。そうですね、ちょっとあれですね、はい、悔しい思い、はい、失敗でした。なるほど、はい。で、高橋さんはどうですか、海外経験ということで。海外、仕事でハワイに行ったら一回行ってみた。あ、ハワイに。飛行機が怖い。飛行機が怖い、なんですよ。そうですね、離陸と着陸怖いですよね。耳も痛くなりますし、うん、それだけ違いますよ、怖いです。そうですか。そうです。なるほど、ハワイではどんな体験を。そうですね、仕事でゴルフツアーだったんですよね。あ、そうなんですか。私はゴルフしたことなかったので、はい、だからゴルフしないって言ったら、はい、ここに来てこの素敵なゴルフ場でゴルフをしないのはどういうことだ、ランセンさんって言われて、じゃあやってやろうじゃないかと、はい、初めてゴルフクラブを握って、はい、18ホールをですね、はい、その中の一番上手な人に入札されて回りました、はい、なるほど、なるほど。ハワイ、いや、ゴルフツアーに参加されて。あ
私は別にゴルフに変わらずまでなく参加したんですね。一緒に行って、はい、まあまあ、ハワイには行きたいので、っていうことで参加して、ゴルフしてる間、なんか違うことをやろうっていう予定で行ったら、こんな素敵なゴルフコースの目の前にしないなんて、そうっていうことで。そう、だから厚かましいもんですから、ではやろうじゃないかと思ったんですけどね。なるほど、そうなんですね。でも飛びました、その時は。あ、素晴らしい。はい、なかなかボール当たるのも難しいんですけどね。僕もゴルフほとんどしないですけど。飛んだ時の爽快さ、はい、あ、これがみんな忘れなくてやってるんだなって思ったんですけど、ね、しかもハワイでっていうことでね、爽快感がもう何倍にもなくなる。そう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 、素晴らしい。いや、面白いですね。で、ということでですね、今日はね、いろいろ告知を持ってきていただいたということで、ぜひ告知お願いします。はい、私たちは、NPO 法人トゥーカラーズと申します。 NPO 法人トゥーカラーズというのは別に本当の色ではありません。それはあなたが見てるあなたの色が本当の色ですという意味で、色の見え方がそれぞれ違うということをお伝えしています。なるほど。男性20人に1人は色の見え方が違います。女性は450人か500人で1人が色の見え方が違います。これは先天遺伝で、個性なんです。医療では治癒しません。色の見え方が違うけれども、社会の行動というのは多くの人の見え方で色が使われていますから、時々色が分からなくて困ったことがあります。はい、でそういう人たちが私たちは色覚少数派と呼んでますけれども、就職するのに困ったりということもあります。多くの人が、特に少数派の子供を持ったお母さんは、子供の見え方が分からなくて苦労しますけど、夫もそうです、まあ、そういう方のためにその人が見る色の見え方の体験レンズも持ってますし、色覚少数派がそのレンズをかければ、赤とかピンクとかリンクを見るのはすごく苦手な人も見えるようになるというね、そういうレンズも持ってます。でそのレンズの正反対の理論で作った体験レンズもあります。はい、そう、2つのレンズ、2種類のレンズ、その色が見えるようになるレンズ12種類、それともう12種類あります。はい、全て24種類になってますけども、まあ、その中で体験していただいて、色が見えないことはないよ、あなたもこういう、まあ、医療で治らなくてもね、こういうレンズで見れば見えるようになる。でそのレンズを着用して消防官になった人もいるし、警察官になった人もいるし、ゴルフ場のキャディーさんも色が見えない人が、ボールが見えないってことがあります。その前もそのレンズをつけてる人も多い。なるだから希望を持っていいんですよということをお伝えしてる。素晴らしい。そういう NPO を運営してます。なるほど。なんか今日はブースを出展、そうなんです、はい、上のブースで、はい、1階の正面のなんか左手の方でやってるんですけど、はい、私たちのこの体験をして、見ることも体験をしていただいて、はい、分かっていただく。多数派の人は少数派の体験、うん、少数派の人は多数派の体験、はい、ということで見る、ね、本当はお母さんとかお子さんとか、はい、いいんですけども、はい、そうですね、ちょっと今日のお祭りっていうのかな、今日のフェアには合わないかもしれませんけれども、私たちはこの体験をですね、多くの小学校依頼されて小学校であるとか、はい、中学校であるとか、はい、大学まで行ってます、はい、で先日は東京でサイエンスアゴラというイベントにも出演しました、はい、多くの方がブースに訪れました。偶然にも少数派の方がすごく多かったです。へえ、そうなんですね。そうですね、はい、このポスターで、はい、あなたは、はい、あなたはこのポスターが52に見えますか、はい、見えますか、はい、人は様々です。性格も髪の毛の色も全て違うように色の見え方が違えても当たり前です。それは個性、はい、ということをお伝えしています。はい、ぜひ1階ですね、1階の、体験ブースで体験をというところで、はいはい、そうです。はい、今日何時までやったの？4時です。4時まで、はい、4時までやってますので体験ぜひ来ていただきたい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあポール、you can close this one. So thank you for watching us again.
Mr. Hayden, Mr. Rico, Mr. Rico. Bye, thanks. Hi, thank you, bye bye.